一息ついたら次の戦場に向かいましょう。こんばんは。緊急ニュースをお伝えします。偉大なる天才クラブ会員番号83番ミス・ヘルタが宇宙ステーションで襲撃され行方不明になりました。なお現時点で本件の犯行声明を出している組織はありません。これにより多くのヘルタファンが管理職の怠慢と不作為に強い抗議と非難の声を上げています。これは計画的な襲撃ね。結論、敵の目標は宇宙ステーションですが、手段はまだ分かりません。その通り。それが彼を必要とする理由だ。ヘルタの人形が襲われる前、最後にあれを見たのは彼だからな。お前は？こちらはカンパニーの学術代表、博識学会のレイシオさん。意識を取り戻したばかりで、まだぼんやりしているようだ。いくつかヒントを出す。また会ったな。僕のことを覚えているか？いや、覚えていなくても構わない。期待しているわけではないからな。疑問だらけだとは思いますが、慌てる必要はありません。アスターさんが順を追って説明してくださいますから。これまでのことは大体分かってるわよね。数システム時間前、ミス・ヘルタの人形が謎の襲撃を受けて行方不明になって、今も信号の位置を特定できない状態なの。
ヘルタはこの件を気にしてないみたいで、今は出かけてるの。事件が発生する前、彼女はカンパニーから招待を受けたようでした。技術開発部か。アポリは有能だが、部下は素人の集まりなんだ。野心的で情熱に満ちてはいても、いかんせん頭が足りない。せいぜい原始人レベルといったところだな。彼らはヘルタと協力して何かを進めたいと考え、僕にその技術顧問を務めてほしいと頼んできた。あのお利口クラブの連中がどうやってカンパニーの財産を浪費するのか間近で観察できるとくれば、当然喜んで承諾したとも。だがタイミングが良すぎた。おそらく誰かから情報が漏れ、襲撃者に利用されたんだろう。ヘルタはこういう騒ぎには慣れているようだったし、僕も興味を惹かれてしまった。レイシオさんが学会の逸材だということは前々から耳にしてたから、協力してもらえるなんて光栄だわ。お世辞はいい、時間は貴重だからな。そもそも天才の前で凡人の逸材について語るなど、僕には少し滑稽に思える。そこの君、教えてくれ。最後に人形を見た時、君は何をしていた？そんなことあったような、なかったような。とぼけないでよく考えるんだ。そういえばあの時俺は、そうだ、もう一つお願いがあるんだった。例の器物がなくなっちゃって、放っておくわけにもいかないから、時間があったら探してほしいの。あなたならできるでしょ。忘れるといけないから改めて説明するね。それはで、実体はないけど命があるの。その痕跡を見つけたら私に信号を送って。ヘルタに気になることを言われた気がするけど思い出せない。いくつかヒントがあれば、もしかしたら。じゃあ私は出かけるから、あとは頑張って。誰かに手伝ってほしかったらアスターに聞いてね。記憶が曖昧だ。あのあと何をしたんだっけ。ヘルタはアスターの名前を出したような。そうだ、確かアスターに会いに行ったんだった。記憶だ。でも細かいことは思い出せない。とりあえずその後でアスターに会いに行った時のことを思い出そう。実体はないけど命ある器物？ごめんなさい、すぐには思いつかないわ。あ、開始家や密館家の人なら何か知ってるかも。ちょうどシンクルさんとが近くにいるから、彼女たちに聞いてみたら。アスターは開始家と密館家のスタッフ
人の名前を挙げたみたいだけど。このうじうじした人たちと来たら画面越しに騒ぎを起こすことしかしないんだから、正体を突き止めたらただじゃおかないわ。実体はないけど命ある器物、それって偽命令のことじゃない？あ、今はウーウーボって呼ばれていたわね。こう言ってはなんだけど、私は開始課の室長でも開始課で一番器物に詳しい人間というわけではないの。アドラー君に聞けばもっとたくさんの手がかりを得られると思うわ。でも最近何かの超常現象の調査に夢中みたいで、ずっと姿を見てないのよね。ダメね、お客さんにこんな情けないところを見せてしまうなんて。宇宙ステーションは襲撃事件から立ち直ったばかりで、ただでさえ問題が山積みなの。それなのにわざわざスタッフたちの気持ちを煽ろうとする人がいて、管理職に対する不信感も日に日に強まっているから、アスター所長もかなり悩んでるんじゃないかしら。あなたにこんなこと言ったってどうにもならないわよね。これは私たちが自分で解決しないといけないことだから気にしないで。アドラー、アドラー、そうだ、それからアーランにも会ったんだった。アドラーはアーランと一緒にいて、アドラーはアーランと一緒にいて、二人は何かの事件に巻き込まれてた。なんだと？あいつ一人でペペを連れて現場に行ったのか？どうしてあいつを？焦る気持ちはわかりますが、そう慌てないでください。犬の散歩だ。俺は散歩だ。俺は犬の散歩をしている。俺がその犬だ。隠したいことでもあるのか。何かごまかそうとしてるみたいだ。ところで俺に何か用か？探してるのか？偶然だな。実は俺たちもなんだ。それにしてもあいつも肝が据わってるというか、勝手に現場に調査に行くなんて。あ、いや、それは危険じゃない。危険なんてあるはずないだろう。アーランさん、もう隠せません。やはり貴様は黙っていろ。歩きながら話そう。アドラーに何の用だ？失われた器物？なるほど、それならあいつに聞くべきだな。
気をつけろ。このエリアの裂解はとても不安定な状態。あそこだ。やはりトラブルが。行くぞ。他の人に任せようかな。お疲れ様。したのか？器物のことで聞きたいことがあるそうだ。先に二人で話すといい。アドラー、ペペは預けたぞ。頼んでいた調査の件は？安心してください。手がかりなら見つけました。後で話しますね。それで、どの器物について知りたいって？手がかりはそれだけか？抽象的すぎる。抽象には抽象ならではの美しさがあるんだ。回収家の室長には聞いたのか？間違ってはないと思うけど、正しくもなさそうだな。あれ？ここで俺はなんて言ったんだっけ？あ、ちょっと待って。今すごい推測が浮かんで。あ、いや、まずは検証してみないと。今日はここまでにしよう。また後で連絡する。アドラーは何かしらのヒントを得たみたいだけど、それよりも俺は誰から何を聞いたんだ？もう一度最初から思い出してみよう。何か見落としがあるかもしれない。そうだ、確かアスターは他の名前も挙げてたな。アーランとアドラーに関する記憶は少し曖昧だな。アスターが言ってたもう一人のことを思い出さないと。
けど命ある器物？ごめんなさい、すぐには思いつかないわ。欲しい情報は手に入った？なるほど、シンクルさんたちはそう考えているのね。それなら少なくとも手がかりにはなるんじゃない？私の部下たちは優秀でしょ？そんなの日常茶飯事だから気にしないで。レギオンの件があってから疑念の声が収まらないの。物理的な損傷は修復できても、人の心の傷を癒すには長い時間が必要だから。襲撃の後、宇宙ステーションの管理や警備に疑問を持つスタッフが後を絶たなくて、再建と復興の成果もあって、そういう騒ぎも収まってきたと思ってたんだけど、最近スタッフが立て続けに失踪してるせいで、また不安が広がり始めてるの。ええ、わずか数日の間に4人のスタッフが失踪した。外回りの記録もなくて、ただ忽然と姿を消しちゃったのよ。せっかくみんなが事件から立ち直ってきたところなんだもの。不安が広がるといけないから、情報を統制して防衛課に秘密裏に調べさせてるってわけ。でも見ての通り、この密閉された缶詰の中に秘密を封じ込められる壁なんて存在しないのよね。一度失った信頼を取り戻すのは、ゼロから築き上げるよりはるかに難しい。だからこそ焦ってるの。この事件の背後には、この機会に世論を煽ろうとしている人物がいるんじゃないかって心配になっちゃって。でも今はそういう人たちを見つけ出すことよりも、事件の真相を究明することの方が重要ね。ううん、大丈夫。あなた、まだミス・ヘルタの依頼に対応しないといけないんでしょ？気持ちだけ受け取っておくわ。そうそう、の言ってたことだけど、私も聞いたことがあるの。一緒に調べてみましょう。宇宙ステーションの問題は何とかして解決しないとね。やっぱりシンクル以外の人にも話を聞いたんだ。ただそれが密管家の人ってことしか覚えてないな。シンクルじゃないもう一人は密管家のスタッフのはずだ。早く誰か思い出さないと。シンクルじゃないもう一人は密管家のスタッフのはずだ。早く誰か思い出さないと。その人の正体は重要だ。もしかしたら全てを結びつけられるかもしれない。あれ、どういう風の吹き回しですか？お久しぶりですね。ちょうど会いたいと思っていたんですよ。そんなことないって。このくらい普通で。それなら適切に処理しました。お金さえもらえるなら私は何だってやりますからね。これが頼まれていたアカウントです。まっさらでクリーン。内部ネットワークへのアクセスも問題ありません。その、
わかったから。何か用があるなら言ってもらえる？それは過大評価しすぎではないでしょうか。私は内部で買い物をするついでに元手のいらない取引をしたにすぎませんから。細々とやっているだけで大したことではありません。ただもし学会で成功を収めても私のことを忘れないでくださいね。何回目？これで何回目？こんなこと言いたくないけど、あんまり調子に乗らないでよね。ここもだ。記憶の中にある言葉の断片が混ざり合ってる。まさか関係ないことまで一緒くたに覚えてるのか。思い出した。もう一人はエミリアだ。あの時エミリアが言ってたことを思い出してみよう。来たらなんて素直で可愛いんでしょう。え、そんなことないって。このくらい普通で。おやおや、私のような年寄り相手に謙遜する必要なんてありませんよ。日韓家の若手がどんなにテキパキしていようとあなたにはかなわないでしょうね。その、わかったから。何か用があるなら言ってもらえる？この資料の束を見てもらえませんか？どこの気の利かない若者か知りませんが、字がこんなに小さくて。この年にもなると目が霞んでしまうものですから、もしよければ。何回目？これで何回目？こんなこと言いたくないけど、あんまり調子に乗らないでよね。また素直な若者が来てくれましたね。よかった。人は大いに越したことはありませんから。え、アスター所長に言われてきたの？実体はないけど命ある器物。器物のことなら開始課に聞くべきじゃない？日韓課と何の関係があるの？でも似たようなもののことなら聞いたことある。外勤の同僚が先週同盟にそういう生命体がいるって言ってたんだ。あくまでも聞いた話を伝えただけで、あなたを手伝うつもりはないから。ふん、最近宇宙ステーションの雰囲気がどんどんおかしくなってきてるの。だから不用意に誰かの肩を持つのは危険なんだよね。エミリアが言ってた先週の生命体、それがアドラーにヒントを与えたものっぽいな。アスターが言ってたスタッフの失踪もアーランの調査に関係してるはずだ。エミリアが言ってた先週の生命体、
それがアドラーにヒントを与えたものっぽいな。真相追求のため俺を追いかけてくるだろうとは思っていたが、すまない、いろいろと事情があってこれ以上は話せないんだ。秘密の任務ということしか教えられない。やっぱりアーランが何か言ったのをぼんやりとだけど覚えてる。俺が忘れていることに関係する何かだったはずだ。いろいろと事情があってこれ以上は話せないんだ。秘密の任務ということしか教えられない。どうして知ってるんだ。そうか、貴様もお嬢様のプレッシャーに気がついたのか。いや、正直に言ってかなり厄介なことになっている。監視カメラを調べてみたが、失踪したスタッフがいなくなる瞬間は映っていなかった。唯一の手がかりはアドラーの発見だな。実は失踪事件の発生直後、宇宙ステーションの自動消火システムが一時的に作動した記録が残っていた。つまりどのスタッフの失踪も不可解な発火現象と同時に起こっていたということだ。そして聞き込みをする中でそれを裏付ける目撃証言もいくつか出てきた。彼らは言っていた、あれは人体の自然発火だと。会主課の室長には聞いたのか？間違ってはないと思うけど、正しくもなさそうだな。って言ったんだっけ。
違ってはないと思うけど、正しくもなさそうだな。ああ、そうだ。それはサイオって呼ばれてる。どっちもエネルギー生命体だから、強いて言えばウーボもサイオの親戚になるかな。あ、ちょっと待って、今すごい推測が浮かんで、あ、いや、まずは検証してみないと。今日はここまでにしよう。また後で連絡する。人体の自然発火、それが事件の全貌ってことか。一応最初のヘルタとの会話を思い出してみよう。もう一度最初から確認しよう。ヘルタとの会話に戻って。忘れるといけないから改めて説明するね。それはで、実体はないけど命があるの。その痕跡を見つけたら私に信号を送って。ヘルタに気になることを言われた気がするけど思い出せない。いくつかヒントがあれば、もしかしたら。忘れるといけないから改めて説明するね。それはエネルギー生命体で、実体はないけど命があるの。その痕跡を見つけたら私に信号を送って。重要なのはそこじゃない。はあ、天才クラブと関係がなかったら私だって構ったりしないのに。じゃあ私は出かけるから、あとは頑張って。誰かに手伝ってほしかったらアスターに聞いてね。随分と冗長で退屈な説明をありがとう。さぞ疲れたことだろう。少なくとも僕は聞いていて疲れた。要するに、君がヘルタと最後に会ったのは彼女のオフィスだった。君は依頼を受け器物を探して奔走したが、他のことはアスターから連絡が来るまで何も知らなかったということか。それが君の主張だというなら、僕から質問させてもらおう。そのことを証明できる人間はいるか？論理、ヘルタさん本人に証明するよう求めれば良いのではないでしょうか。ああ、今すぐ動けば4システム時間後にはカンパニーのシャトルシップに追いつけるかもしれない。つまり現時点では彼の話が真実だと証明できる第三者はいないということになる。レイシオさん、あなたは常に先入観を持って質問する傾向がありますね。
これは失礼。僕の悪い癖だな。学術研究に従事していると、どうしても一つの物事を信じることが難しくなってしまう。むしろそれを疑う方がはるかに簡単なんだ。経験からしてこれが最も効率的なアプローチと言える。否定的な心情を抱いて模索することもまた一種の探求だ。同じように僕たちが正しいゴールにたどり着くための助けとなる。本当に無実だというのなら、答えることで自らの潔白を証明するといい。君の陳述によれば、君がヘルタに会ったのは指名されて依頼を受けたからだ。その依頼の内容は名前すらわからない謎の器物だが、ヘルタのコレクションは、ヘルタが注目していたのは器物そのものではなかったはずだ。君の陳述によれば、君がヘルタを知ってる人なら別におかしいとは思わないと思うけど。人が話している時に口を挟むんじゃない。君の陳述によれば、君がヘルタに会ったの、その依頼の内容は名前すらわからない謎の器物。確かにヘルタは器物の名前を教えてくれなかった。でも器物の特徴についてヘルタは詳しく説明してくれた。ああ、君には話の捏造。なんかバカにされてる気がするな。その依頼の内容は名前すだが、ヘルタのコレクションは星の数ほどある。そうだな。でもそれは普通の器物であることが前提の話だろ。言いたいことがあるなら正しい視点です。だがヘルタのこれ、ヘルタが注目していたのは器物そのものではなかったはずです。君の陳述によれば、君がヘルタに会ったのは指名されて依頼を受けたからだ。その依頼の内容は名前すらわからない謎の器物を探してほしいというもの。思い出した。とぼけるくらいなら、その依頼の内容は名前すらわからないな。思い出した。とぼけるくらいなら、その依頼の内容は名前すら。思い出した。とぼけるくらいなら、その依頼の内容は。だがヘルタのコレクションは星の数ほどある。器物そのものは重要じゃない。それが天才クラブに関係しているものだからこそ。ヘルタ、その器物はどこかの天才が作り出したものなのでしょう。論理、それ、この点は成立するようだな。その後君はこう言った。失われた器物を調べるためにアスターに助けを求め。ああ、器物についての情報を集めるためにな。直接的な答えは得られなかったけど、アスターは適当なスタッフを紹介してくれた。その後君はこう言った。失われた器物を調べるためにアスターに助けを求めたと。しかし尋問が始まる前、彼女はそれについて一切言及していない。レイシオさん、それは僕は彼に聞いているんだ、アスター所長。態度が曖昧になってきたな。君の証言はもう信用できない。しかし尋問が始まる前、彼女はだんだん興味が湧いてきたぞ。君が嘘をついているのか、それとも彼女が何。アスターは意図的に隠そうとしてるわけじゃない。ただ立場上、公には話しにくいこともあるんだ。ほう、ヘルタの安否よりも大事なことがあると。ほう、この件にレイシオさんが関わることを黙認した以上、大丈夫だから。だんだん興味が湧いてきたぞ。君が推測、アスター、その後君はこしかだんだん興味が湧いてきたぞ。君が思い出した。あのとぼけるくらいならだ
だんだん興味が湧いてきた。幹部室レギオンの騒動があってから、宇宙ステーションにいる人たちの心は不安定になって、管理職の人たちに対する、そんな時にまた深刻な事件が起こったりしたら火に油を注ぐことになって、内部の問題が完全に燃え上がるだろう。ふっ、道理でアスター所長が僕の関与を認めたわけだ。何しろ博識学会の代表は宇宙ステーションに関わることこそないが、立場はカンパニーと変わらない。市場にとらわれる心配もなく、宇宙ステーションの利益も守れる。スタッフの連続失踪。ああ、アドラーを訪ねる途中で。アドラー？二級スタッフで、海主課の室長が言うには、海主課で最も器物に詳しい人物らしい。あの時、アドラーは偶然、アーランの連続失踪事件の調査を手伝ってた。それで、そのアドラーとやらは君に答えを教えたのか？いや、アドラーは何か思いついたみたいだったけど、それから連絡はなかった。スタッフの連続失踪、防衛課の責任者であるアーランの任務については僕も聞いている。だがそれは僕たちが議論している人形の襲撃とは明らかに無関係だ。二つの事件に関係がない？まさか。証拠は存在するはずだ。ある記録さえ調べられれば。だがそれは僕たちが議論している人形の襲撃とは明らかに無関係だ。とぼけるのはやめろ。僕が何を言っているのか分かっているだろう。お前がどんなに疑おうと、俺は偶然事件に巻き込まれただけの無関係な人間だ。同じように偶然事件に巻き込まれながら尋問役を演じ始めたお前と何も変わらない。ふん、それで？とぼけるのはやめろ。僕が何を言っているのか分かっているだろう。訂正、関連性はあるかも。スタッフの連続失踪、防衛課の責任者であるアーランの任務については僕も聞いている。だがそれは僕たちが議論している人形の襲撃とは明らかに無関係だ。いや、俺の記憶が正しければアスターは謎の襲撃を受けて人形が行方不明になった。信号の位置も特定できない状態だって言ってた。行方不明、それってつまり失踪ってことだろ。彼女の言ったことが何だって言うんだ。その二つが同一の事件だと証明したいのなら証拠を出してみろ。証拠ならある。アーランが連続失踪事件について調べていた時、奇妙なものを見つけたらしいんだ。スタッフがいなくなる前後に宇宙ステーションの自動消火システムが一時的に作動した記録が残ってたんだって。アーランはどのスタッフの失踪も不可解な発火現象と同時に起こっているって言ってた。え、でも宇宙ステーションに火災が起きた痕跡なんてないけど。それが奇妙なんだよな。でも現時点でこの情報にはもっと重要な意味がある。直接的な証拠とは言えないけど、人形が襲撃された前後でシステム上に自動消火装置の作動記録が残っていれば、二つの事件が関連していると疑う十分な理由になる。二つの事件が本当に同一人物による仕業なら君への容疑はかなり薄れる。だがそれは君が存在すると主張する記録がシステム上にあったらの話だ。それなら主制御室に行けばわかるわ。行きましょう。何の音？
ルタ単押し速報。緊急ニュース、緊急ニュースをお伝えします。ミス・ヘルタ襲撃事件に新たな進展がありました。アナイア・レイトギャングが今回の事件の犯行声明を発表、次の行動に移るとのことです。協会はこれを強く非難しており、聖冠の神々は世俗を超越した存在、卑小な衆生になど目もくれない、不相の衆だけが各世界に壊滅の恩恵を浴びさせられるのだ。しかしこの恩恵を拒み、不相から逃げようとする臆病者は必ずいる。せいぜい逃げるがいい。どこへ逃げようと、いずれ破滅は訪れる。宣戦布告であり予告状だな。君たちは狙われているらしい。レギオンの余波が静まる前に、今度はアナイアレイトギャングの登場か。この宇宙ステーションは知恵よりも壊滅の運命と縁があるようだ。冥加大公アフリートはすでに滅びた星トフェトで生まれた生命体です。常に燃えているエンマ一族でナヌークを皇帝とみなし主と呼んでいますが、アイオーンからは見向きもされていません。哀れな狂人たちだ。いわゆるアナイアレートギャングにナヌークが見出す価値は、恋に花瓶を割ろうとする幼児にすら遠く及ばないかもしれない。この原始博士の評価を僕は支持する。エンマ一族は凶暴な性格で、燃焼と破壊の本能がある。その中でもアフリートは特に邪悪で残酷だ。彼が率いる映画艦艇は、同じアナイアレートギャングのヤペラーブラザーフットとも宿敵関係にあるくらいだからな。ヤペラーブラザーフット、その名前どこかで聞いたことがあるような。おそらく性格ハンターの指名手配書でしょう。彼らはブラザーフットの崩壊を招いたヤペラー反逆事件に関与しているとされていますから。ヤペラー宮殿が炎に巻かれて崩れ落ちた後、アフリートの勢力は日に日に拡大していった。これがただの偶然だと思うか。それと同じことが宇宙ステーションでも起きようとしている。エンマである彼にとって人体の自然発火などお手のものだ。スタッフや人形の失踪も計画の一部だろう。そしてその後は、その動画はすぐに宇宙ステーション中に広まる。見ているがいい。ほどなくしてヘルタは炎の海に沈む。信頼の破壊ですね。おそらく破壊されるのは信頼だけではないだろうな。このまま黙ってやられるのが嫌なら行動するしかない。君、僕についてこい。他に誰がいる？それともその二人をむやみに走り回らせて、宇宙ステーションで事件が起きたと拡散したいのか？それは避けたいわね。私はここに残ってできるだけ情報が広まらないように抑え込むから、その間の調査はあなたたちにお願いするわ。一息ついたら次の戦場に向かいましょう。こんなことになってしまうとは残念だ。ことは急を要する。何か必要なことがあれば防衛課も全力で協力しよう。失踪したスタッフのリストと彼らの詳細な情報が欲しい。それは構わないが、防衛課で彼らの身元や交友関係を詳しく調べてみても、特筆するような共通点は見つからなかったぞ。
アナイアレイトギャングは無法者の集まりだ。もしかしたら無差別に襲っているのかも。失踪したスタッフのリストと彼らの詳細な情報が欲しい。わかった。君が持っているわ。ここにある名前を覚えて情報通の友人を見つけ、失踪者たちのつながりを知りたいと言うんだ。さあな、それは君の友人次第だ。他に何か力になれることはあるか。その開始課で最も器物に詳しい人物に会わせてくれ。それが彼も消えてしまったんだ。最初は特に気にしていなかった。何しろアドラーは普段からよくいなくなるからな。だがもう数システム時間が経つのにずっと連絡が取れないんだ。監視カメラでもアドラーの姿を見つけられなくて、最後にあいつを見たのは主制御部分。その時は大仏化の恩精霊と一緒だった。案内してくれ。君、そのアドラーとやらが手がかりをつかんだようだったが、それを教える前にいなくなってしまったと言っていただろう。アドラーの失踪も襲撃と関係があるとしたら、彼は本当に何かに気づいていたのかもしれない。確かにあの時
アドラーのヒントになったキーワードはエネルギー生命体だった。明火太鼓も元素生命体の一種だけど、これはただの偶然なのか。調べてみる必要がありそうだ。二度と顔を見せないで。あ、アドラー君が、アドラー君がいなくなっちゃったの。あ、アドラー君最近おかしくて、人体の自然発火とか超常現象とか研究してたみたいなの。私が呼んでも無視されることが多くて、ずっとブツブツ何かつぶやいてた。彼は何と言っていたんだ？確か位相がどうとか言ってた。位相？別に戻ってきてほしいわけじゃないもん。でもあなたたちがアドラー君を探してるなら教えてあげる。最後にアドラー君を見た時ね、ずっとこの冊子をめくってたの。アドラー君が何を探してたのかはわからないけど、あなたたちの役に立ったらいいな。その顔を見るにいい知らせではないようだな。なるほど。
失踪したスタッフたちは管理職を非難するオピニオンリーダー的存在だったのか。それは興味深い。君が返信している間、僕も冊子を読み終えた。ここには何人かの天才クラブメンバーの生涯が記録されている。面白い情報がたくさん書かれていたぞ。そろそろ戻ってアスターやスクリューガムと話をした方が良さそうだ。お腹が空いてるの？不意打ちじゃん。青龍逆光ミルクティー最高。くらえ。恐れずひるまず。上昇腐敗。大将は定まった。ダークウェブを監視させて、どうにか動画の拡散は抑えたわ。今のところ事態が深刻化するのは防げてる。それであなたたちの方はどうだった？楽観できない状況だな。
別の言い方をすれば非常に悪い。もう時間がない。一旦現在の状況を整理しよう。これまでに集めた情報から見出せる突破口は3つ。まずはアドラーの失踪だ。彼は何か重要な手がかりをつかんだに違いない。あなたはアドラーの発見が敵の…まさしく。そして彼が発見したものが何かも分かった。まずはアドラーの失踪だ。彼は何か重要な手がかりをつかんだに違いない。次に被害者の共通点。まあこれはあまり気分のいい話題ではないな。気分のいい話題じゃないって？表面的な資料だけを見ると、この失踪したスタッフたちに共通点はない。だが彼がウェブの閲覧履歴を調べたところ、彼らは全員宇宙ステーションのダークウェブのオピニオンリーダーだったことが分かった。それが何を意味しているのか、アスター、君にも分かるだろう。次に被害者の共通点。まあ最後に明火対抗の能力。すなわちこの点についてはもう君も分かっているだろう。トフェトの閻魔一族、アナイアレートギャングの対抗アフリートには、最後に明火対抗の能力、すなわち人体の自然発火の秘密だ。かつて栄華艦艇で起きた混乱では、炎の中からボートが現れたという目撃情報があったらしい。明火対抗の炎には何か特別な性質がある。そしてその性質こそ人体の自然発火の秘密なんだ。ほら、もう答えは目の前にある。この冊子には位相を移動できる炎について記されていた。それは位相霊化、会員番号29番セセルカルの創造物で、残念なことに彼女は人間の時間の概念で定義するとわずか29日。位相霊化は生まれてすぐに他の位相に移り、戻ってきた頃にはすでにセセルカルは亡くなっていました。それ以来、この冊子には位相を移動できる炎について記されていた。かその炎の火種こそヘルタの失われた器物に違いない。そして明火対抗は、かつて偶然にも位相霊化の痕跡を見つけ、その火の一部を捉えた人がいました。ヘルタさんはそれを受け取り、もしアフリートも位相霊化の後裔であるなら、この事件の全貌が明らかになりますね。その炎の火種こそヘルタの失われた器物に違いない。そして明火対抗はその炎の後裔なんだ。おそらくアドラーは調査中にこの真相に気づいたんだろう。間違いない。ヘルタが君に探すよう依頼した器物は位相霊化の火種だ。そしてアドラーはエネルギー生命体という観点から人体の自然発火と位相霊化の関係にいち早く気づいた。おそらくアドラーは調査中にこの真相に気づいたんだろう。
この冊子には位相を移動できる炎について記されていた。各世界を焼き尽くし多くの炎の光栄を残したと。分かった、答え無理なこじつけはやめておけ。この冊子にはその炎の火種こそヘルタの失われた器物に違いない。そして明確、分かった無理な、その炎の火種、おそらくアドラーは調査中にこの真相に気づいたんだろう。分かった答え、おそらくアドラーは調査中に、分かったおそらくアドラーは調査中、音精霊によればアドラーはいなくなる前、異想という言葉をずっと口にしていたという。その異想はおそらく異想のことだ。彼は冊子に載っていたセセルからの特集を見て自分の推測を確かめたんだ。その後裔である冥華太后は異想霊華と似た能力を持っている。これは推測だが、彼は異想変換こそできないが劣化版の空間転移を行えるんだろう。これが人体の自然発火の真相。スタッフたちは消えたのではなく転移させられたんだ。被害者たちの行方はまだわからないが、ここまで来れば冥華太后の計画は明らかだ。突如として起こった相次ぐ失踪は混乱を助長させる絶好の温床だったに違いない。不安の種が芽を出した時、襲撃の声明を発表する。陰で広がっていた不安は表面に押し出され、さらに成長して実を結ぶ。そして次のステップはパン、導火線に火をつけ火花を見せることだ。失踪したスタッフたちを見てみるといい。彼らの共通点が露見すればどんな結果になるか、僕が言うまでもなく想像できるだろう。全ては仕組まれた罠。最初から宇宙ステーションで内乱を引き起こすことが目的だったのね。もう手遅れだ。いいえ、まだ足りません。その通り、導火線につけるための火が足りない。火が足りない、どういう意味？ここで止めるならまだ弁解の余地はあるだろう。まあ僕としてはその機会を与えるつもりはないがな。まさか。どうしたの？火が、火が。落ち着いてください。アスターさんは転送されただけで命の危険はありません。実際に接触してアフリートの炎は原始的な霊火の火花であり、異想変換能力はないことを確認しました。ロンリ、アスターさんは今も宇宙ステーションの中にいる。あの炎はまだ宇宙ステーションのどこかにあるはずだ。それを見つけ出せば彼女を連れ戻す方法もわかるだろう。火花だと、天才の高慢な態度、気に入ったぞ。できるものならやってみるがいい。冥華太后は宇宙ステーションには来ていないようだ。
混乱に乗じて名家の塊をここに投げ入れ、スタッフを飼っていたらしい。名家を消せば奴の陰謀もついえるだろう。私はヘルタさんのオフィスに向かい、器物収容室のフォールドスペースを開放します。パラメータを少しいじれば相手の転移ルートを遮断して宇宙ステーションに閉じ込められるでしょう。レイシオさん、あなたは彼と一緒に行き、それを収容してください。メーカも一種のエネルギー生命体だから、ビジュアル